はい、皆様こんにちは、整骨院でございます。本日はですね、ちょっと整骨院らしいね動画、もう最近ちょっとトレーニングの動画上げてたんで、整骨院らしいね動画をね今日は上げていきたいと思います。本日は中内症ですね、子供の肘が抜けた時のね対処法っていうのと、あとメカニズムですねを皆さんにお話ししたいと思います。はい、中内症のねメカニズムなんですけども、まず腕の筋肉ですね、肘から手首にかけての中に頭骨っていう骨と、あと尺骨っていう骨があるんですけども、中内症の場合はこの頭骨ですね、頭骨っていう骨が頭骨輪上靭帯という靭帯の輪っかみたいな靭帯があるんですけども、その輪っかからポコって少し外れた状態を中内症って言います。ではどうやって治していくかっていうのを次にお話ししていくんですけども、その前に起こるケースとして多いのが鉄棒にこうぶら下がってたりとか、あとは運転ですね、運転でよっこらよっこらやってる時にボコって外れちゃったりとか、あと結構あるケースでは、まあどっかお出かけなんかしてたりとかして、お母さんとかねお父さんがこう腕を引っ張っちゃって行くよって言った時にポコって外れちゃうケースが結構多々あります。で、その外れた頭骨の入れ方、直し方っていうのを今から皆さんにご紹介したいと思います。はい、では肘のね制服方法に参りたいと思います。まずはですね、抜けた方の肘ですね、肘の親指側の延長線上の肘のポコってなったところですね、このあたりをね少し押さえてみてください。そうするとコリコリした部分があると思うんですけども、そこを持った状態で手をこう海内って言います、海内って言うんですけど、もうこっちから見たらこういう感じですね、こういう風に内側にこうひねってあげてください。そうすると中でポコンとかポキポキっていうような音が鳴ると思うんですけども、そうしたら肘に入った証拠になるので、それで曲げ伸ばししてみてってお子様に言ってみてください。今の海内方法で入んなかった場合は、もう一度親指ですね、親指のこの延長線上にあるここの肘の、まあ、ちょうどシワの部分ですかね、シワの部分ところら辺を押さえていただいて、今度は海外って言って親指をこう外側にひねる、ねじってあげてください。で、表向きで見るとこういう風になります。これが制服法としてはパターン1ってなります。では次パターン2に行ってみましょう。はい、それではパターン2に参りたいと思います。先ほどの海外方法で入んなかった場合ですね、その先のケースいきます。で、先ほどの海外で入んなかった場合は、先ほどと同じことをまずします。親指の延長線上の肘の部分ですね、ここを押さえつつ海内をした状態で肘を屈曲ってこう曲げていきます。そうすると肘の関節の中でポコンとかポキっていうような感覚っていうのがね出ると思うんで、その感覚が出たら肘に入った証拠です。はい、海内方法でも入んなかった場合は、次は親指の延長線上の肘のシワのところを持って海外した状態で、今度は屈曲、肘を曲げていきます。横から見るとこういう感じですね。まあ、途中でギャーって言うかもしれないですけど、ゆっくりゆっくりね曲げてあげると痛みは軽減するので、ゆっくりで大丈夫です。そうすると中でまたポコって音がするので、この方法で試してみてください。はい、で、この方法はあくまでね応急手当っていう感じですので、だいたい 2,3 回やって入んなかった場合はすぐ整形外科に行きましょう。はい、皆様いかがだったでしょうか。本日の動画は肘の制服方法です。で、やってみて入った人入らなかった人ね、いらっしゃるかもしれないんですけども、もし入った人っていうのは、そのまま肘をね伸ばしっぱなしにしておくのはまずいので、少しね曲げた状態で固定してあげるのがいいと思います。まあ、テーピングとかあればベストなんですけど、あとない場合は寝るときに左を下にして寝ないようにお子様に注意してみてください。はい、じゃあ今日の動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。バイバイ。